チョバニはトルコ出身のクルド人がアメリカ合衆国で最近創始した乳製品企業で水切りヨーグルトを主に製造販売している。チョバニはトルコ語で羊飼いの意。トルコから米国への留学生だったクルド人のハムディウルカヤがはじめフェタチーズなどを細々と生産販売していたが2005年にクラフトフーズのニューヨーク中北部のニューバーリンにある工場が 売りに出されたのを買い、少人数でギリシャヨーグルトを開発し、2007年からジョバニを売り出した。2012年にはアイダホ州ツインホールズに大きな工場を建てている。ジョバニがデビューした年にはヨーグルト市場全体に占めるギリシャヨーグルトの割合は2%ほどだったのに、2014年には36%を占めるようになるまで、 ギリシャヨーグルトブームを巻き起こしたが、大手の進出により経営が逼迫し、2014年には TPG キャピタルより支援を受けた。チョバニの乳製品はギリシャヨーグルトに特化していて、マンゴー、ブラックベリー、ピーナッツバターなどを入れたものなど、様々な種類がある。創業者で CEO のハムディウルカヤは、本人団によると、1972年に、 トルコ東部のアナトリアで乳業を営む、クルド人家庭に生まれ、アンカラ大学卒業後、1994年に英語を学ぶため渡米し、ニューヨーク州立大学オールバニ校に在校。トルコのフェタチーズの輸入を進めた父親に触発され、1997年にチーズ製造のユーフラテス社を創業したが、2年後にニューヨーク州北部のヨーグルト工場を、 アメリカ政府系の中小企業支援財団から融資を受けて購入し、母国で食べていたスタイルのヨーグルトを製造販売し、成功。アメリカ生まれでイスタンブール大学卒の15歳年上の小2回と1999年に結婚したが離婚。二人の間に子供はない。2012年に、チョバニの株式の53%の所有権をめぐって、元妻が、 ハムディに対して訴訟を起こしたが2015年に時短で和解。元妻はハムディの起業時にジョバニの前身であるユーフラテス社の株式の53%を譲り受ける約束のもとに融資をしたこと。ジョバニのヨーグルトレシピは同業のファイエの元技術者から3万ユーロで買ったものであることを主張していた。ユーフラテス社の株式をめぐっては別の人物からも 訴訟を起こされている。二千十五年に難民救済を目的とする財団、テントの設立を予定していること、寄付刑務運動のギビングプレッジに参加したことを発表した。ABCDEFG、チョバニファウンダーサインズ、アップツー、ビルゲイツ、ギビングプレジアンドプロミセスツードなて、モーストブヒズセルフメイド1.4ドル BN。 ホーチェンデイリーメイル、29名2015ハット、チョバニの歴史ご存知ヨーグルト、チョバニがヒットした秘密チョバニの製品 ABC、アイサガー、チョバニヨーグルトファウンダー、コムディウルカヤ、SX、ワイフデイリーエンターテイメントニュース、エイプリル4、2014。ありがとうございます。